いいやどうもこんにちはバンでございますすでにこんばんはの時間になっておりますけど今あのライトをあっちに1灯とこっちに1灯使ってこっちを特に何もねレフト書いてない白い壁がちょっと向こうにあるだけなんだけどそんな関係で撮っておりますどうでしょうねライティングね、えー、動画の色を合わせるの非常に苦手でございます <laughs> 今日はねポトレ写真まあポートレートって言えばいいかなポートレートポートレートポートレートあの僕別の動画でいろいろ 区別が違うよっていう話をしてるんだけど、外国人のフォトグラファーに会うと、日本でポトレっていうのがあってって説明必ずするんですよ。日本の写真市場って特殊だよっていう話をするときに、欧米一般と日本は結構違うと。人物写真の中でいろいろ区切りがあって、今日もねまあ、結局その話なんだけど、あのね人物写真を見たときに、えー、人物写真例えば海外の人たちのポートレートって日本のいろんな媒体で使われてる写真でも雑誌の 特集記事でで使われる写真みたいななイメージなんですよ例えばあの芸能人とかなんだろう作家の人とかインタビュー受ける人、えー、インタビューというかその取材を受けた人が、えー、例えば窓際に立ってやってるとかそういうやつあるじゃないですかあれポートレートなんですよでそこからそのツイッターでよく流れてきたりフェイスブックにもそのグループがあったりするんだけどポートレートって言われてるざっくりよざっくり言うとなんだけどまあおっちゃんなり男性が 女性を撮ってその撮影会とかで撮ってるようなやつよ。であれ他に表現の仕様がないからポトレっていうふうに言われてるんだけど今日はその違いのについての話というよりは、まあ、そこの違いにもちょっと引っかかってくるんだけど結局そのいろんなポートレート写真を、まあ、限定した時に女性が写ってるポートレート写真を見た時に海外の人たちの写真と日本の人たちの写真で。 あの本当にがっちりしたポートレートからポートレートっていうやつまで含めてね女性の人物写真を見比べた時に結構明確に違うのが面白いなと思って今日はその話をしようと思っております,ですどういうことかというとですね結局結論から言ってしまうと海外まあ欧米のポートレート写真欧米っつってもどれぐらいだろうなアメリカイギリススペインフランススペインがなぜか先に出てきたスペインポルトガルえー なんだろうイタリアとかあの辺は全部よ EU 圏も北米もカナダも、ね、含めて大体似たようなもんっていう部分があってもちろん個別には違いがあると思うんだけど日本人の目から見ると欧米の人たち白人だろうが黒人だろうが欧職人種だろうが結構似通った感じがあるんですねなんでどういうことかというとあの個が強いその映っている人の人間 もちろん外形しか映んないんだよ外形しか映んないんだけどものすごく自信ありげでまあ言い方を変えると強い感じの個性が強い感じの人がすごく多くてで映っている人の表情とかもこうんて言うんだろう自信情けな感じでは映っちゃいけないぐらいの勢いがあるんですよね海外のねアマゾンで見ると洋書なんだけどポージング本とかっていうのがあってそういうのもね見てみると面白いんだけどなんて言うのポージングとかがこう 弱そうとか自信がない感じにすると、要は社会的に不都合が多いというか、インセンティブが働かないとか、マイナスの方に働くっぽいのよ。だから、その、トレインスポッティングぐらいじゃない弱そうなイメージって、映画のさ、タイトルじゃない映画のそのポスターというか、イメージで考えてみても、弱そうなのってあんまないんだよね。 あんまイメージがない、ないことはないんだろうけど、あんまりない。その代わり、ポートレート写真とか、その人物が写ってる写真って基本的にこう、強そう、偉そう、偉そうと言うとあれだけど、僕はね、アメリカ人の友達に言われて面白かったのは、まずは偉そうだけど、その感じで多分僕らの国だと多分ちょうどいいよみたいなこと言われて、まあそうなんだ、つって、なんだろう。自信がありげで、まあ姿勢悪いけどね、姿勢悪いんだけど、自信ありげで自分の、なんて言うんだろう、 あのーまあ、簡単に言う一言で言うと偉そうってことになると思うんだけどそういう人の方が自信がありげな感じで受け入れられやすいよっていうのをちょいちょい言われるんですよあまあそうなんだって別に偉そうにしようと思ってるつもりもなければ偉いとも思ってないんだけどまあそう見えるのか、まあ、冷静に、ね、そう思っただけなんだけどでポートレート写真を撮る時に撮る人がどうじゃなくて被写体の人に対してそういう方向でこう自信がありげな方向で、うん ポーズ指導というか、そういう方向で撮っていくからね、そうじゃないと困るでしょうっていうか、まあ、ネガティブなこと言ってもしょうがないから、自信ありげな方がいい印象を与えるから、どうせ写真撮るならいい印象の方がいいんじゃないみたいな。ビジネスをやっている人とか、役者をやっている人とか、モデルとか撮るときにも、自信なさげだとやっぱり、見る人に不快感を与えるぐらいのことを言うんですよ。いろんなインタビューとか見てると。 とそういううい印象なんだと思うでしょふーんって思って見てるんだけど、翻って日本の方を見てみると、今度は面白い。地震情けとかそういうのもまああると思うんだけど、それも許容されるだけのある意味では懐の深さが日本にはあると思うんだけど、面白いなと思うのは、えっ、ー、とね、ツイッターとかでよく流れてくる被写体をやってる女の子の写真を見てると、属人性を下げたいっぽいんだよ。つまり、この自分が、 なんていうのどういう顔をしてるとかどういう容姿をどういうスタイルをしてるとかそういうのをできるだけ隠してでも可愛いと思われたいっていうニュアンスをすごく感じるんですよそれがめっちゃ面白いなと思ってそのいい悪いとかじゃなくてそれにインセンティブが働くんだろうなと思うし逆に言うとこういう顔ですこう顔をグリグリ見せに行ったりこういう子です っていうのを個人個性っていうのをゴリンゴリン押していくとどうも鼻につくから嫌がられるんじゃないかとかそういうふうに思われた経験があるんじゃないかとかっていうふうに思うんですよ。それを被写体の女の子がカメラマンからいろんなカメラマンとね一緒にフォトセッションだっつって写真撮って撮られた写真の中から自分の俗人性が低いでも可愛く見えるような写真を選んでツイッターとかにアップしてこれ私がモデルやってるんですよっていうので流していく傾向が非常に強いと思って。 それが面白いなあというふうに思いましてですね。前からなんでだろう、なんでだろなんでこう、不死でまつげしか写ってない写真ばっかりなんだろう。で、逆に考えると、おっさんの写真って、おっさんって Facebook とか見ると、自分のこう、自撮りした顔、ダーンって、ダーンっていうのを、その、プロフィール写真、こうクリックして、友達の友達とかクリックして見に行くと、 その,その人の写真のところにおっさんの顔がずーっと並んでる人とかいるでしょうもう画面いっぱいのおっさんの顔みたいな誰が見たいって思うんだけどお母さんぐらいしか見たくないと思うんだけどそれってそれ面白いで逆に心理を考えてみるとおっさんが撮る女の子僕もそうなんだけどおっさんが撮る女の子の写真ってものすごい具象のその子がどういう顔でどういう、まあ、プロポーションももちろん形として撮りたいから。 っていうふうにそのもう証拠写真みたいにがっちり分かる写真を撮りに行くんですよ。それっていうのは欧米ともまた別だと思うんだけど欧米圏でも男女の撮り方っていろいろ違うと思ってあっちはあっちで議論してると思うんだけど僕は日本の中でもその男女で分けた時に特にポトレっていうと撮る側はもうまず間違いなく男性で撮られる側はまず間違いなく女性になるから男性モデルの人がいつも需要ないんで俺たちはって怒ってるぐらいだからポトレっていうね。 っていう風になるんでそのポトレーの被写体をやってる人たちについては被写体をやっているプロかアマかは別として被写体をやっているんだけど俗人性は低くしたいかたや撮る側のおっちゃんたちはどういう顔の子なのかっていうのをがっちり撮りに行きたいみたいなでうまくいってる、えー、マリアージュがですねうまくいってる場合はその男性のルる側が若いお兄ちゃんだったりとかすると「<laughs> 分かった」っつってその見せたくないんだねっていうのをうまく拾ってあげてうまいことこう。 なんていうの単に,単におっちゃんみたいにソフトフィルターかける話じゃないよ。撮 <laughs> る角度とかの問題ぼも,もちろんボケも使うしうまいことをもろに顔を映すわけじゃないんだけどふわっとこう何て言うの俗進性が低くて顔の形とかおっぱいとかじゃないんだけど女の子がそのことを分かりなおかつ可愛く見えるっていうところギリギリのところ探りに行くのうまいやつがいて。 あその僕、全然できないから、すごい技術だし、すごい気遣いだなと思って、これはどれが正解っていうのはないと思うんで、皆さんそれぞれ信じる道を行けばいいと思うし、その写真を誰が見るかの問題にもなってくると思うんですよ。だから、ポトレ撮りをして、女の子に人気が出たい人は、男性で女性を撮っていて、女性に人気、 が出たい人女性に素敵と思われたい人の場合は女性に配慮をした撮り方をすると私もあんな撮り方をしてほしいっていう女性にモテると思いますよねきっとねまあそんな感じよね見てるとだし逆に言うと,、えー、っと男性グラビアカメラマンみたいにグラビア写真をまあまあ男性が見ることが、ね、まあまあ目標とされているので男性に見せることが目標の場合は俗人性を下げて誰かわかんないんだけどなんとなくふわっと可愛いとかやるよりもがっちり形を見せに行かないと話が始まらないでしょ だからそのだからこそ男性が向いてるんだろうけどね男性が見るものを男性が撮るっていうのは結構ある意味では簡単な部分があってだって想像つくもんね自分が何を見たいかって想像つくからそういうのを写真を見ている中で非常にこう分析していくのが楽しいなって思いつつあとはやっぱりその。 その被写体の女性がさっき言ったみたいに属人性が低い誰かよくわかんないんだけどかわい可愛い子っていう見られ方をしたいっていうようなセレクトをしているように僕にはねおじさんの脳には見受けられるんでそういう人格と写真を撮られる側であってもそういうふうな写真に対する考え方をする人が日本人には多いっていうのとその欧米圏の人たちでいわゆる被写体さんって俺聞いたことないんだよね。いる そのさ、日本で言うみたいな、その、ちょいちょい声をかけられるからモデルをやって、親戚のおっさんのモデルやってあげてるみたいなのは、まあ、見ることからね、Facebook とかで見ることがあるんだけど、お父さんのモデルをやってるわ、みたいな女、エスパーマンミーみたいな、ね、そういう女の子も Facebook でいるんだけど、そういう子もはいるんだけど、いわゆる被写体さんみたいな人とか、いわゆる撮影会みたいなやつと、あんまりあるんだよ、あるんだけど、あんまり日本ほど、 その発展しないって考えると撮影会って見かけけるのはワークショップだだなんだよねだそのあたり面白いなっていうのとあと欧米圏だとモデルメイヘムっていうサイトがあってモデルもフォトグラファーもレタッチャーも自分で登録をしてそこでなんていうの,あのやり取りをするですね独特のルールがあるんだけどそういうのを見てみてもやっぱりその自分のプロモーションモデルさんは自分を撮られた。 自分が撮られた写真を使ってプロモーションをしたいわけだから自分がどういうモデルなのかゴリンゴリン分かる写真を出していかないと仕事,な仕事にならないというか仕事が取れないじゃないですかでだからやっぱり明確に分かる写真を撮る撮る人もそういうの撮るし撮られる人もそういうのをプロモーションに使うからまあそういう関係だよね写真がそういう人,人物写真っていうのがそういうもんだよねっていうふうに捉えられている嫌いが。 あるなというか、まあ、そういう傾向が明確にあるなと思うんだけど日本人の場合はあれよ例えば、あのー、マッチングサイトってあるでしょモデルさんのマッチングサイトっていうのがあって、あのー、見に行くとこれからそのギャラを取ってプロとして、まあ、すでにねやってる人とかも多いんだけどモデルさんをやるんだけど。 お金取ってねプロとしてモデルさんをやるんだけどものすごいこうファッとした写真をアップした人これ全然わかんないんだけど当日どんな人来るかマジ想像つかないんだけどっていう人がすごく多くてその辺がまた面白いもんだなと思って見てるんですよでもこれ出口ない正解がないから出口がないんだけどそういうあたりも込み込みでやっぱり日本人日本人の写真館っていうのが出来上がっているんだなと思うと。 日本、この日本スタイルが通用するのってね、台湾とね、あと中国の一部ぐらいなんじゃないかなというふうに思うんで、そのあたりも意見あったらぜひね、コメントに欲しいなと思うんですけど、っていうふうに思うんですよ。だから、男女の間で、 写真の捉え方、人物写真の捉え方が違うっていうのは、人物の捉え方が違うっていうことともほぼイコールだと思うんで、日本人の女の子の人間観というのがその辺に、まあ、少なくとも被写体をやってる女の子たちの人間観というのがその辺に表れてるだろうし、ひょっとすると、こう出すと、こう、ばっかばか叩かれるような社会だっていうのを表してるのかなっていう感じもしますね。 だから、明確に形を出すと、他人に弱点を見せるのと一緒でしょ、まあ、僕が YouTube やってるのと同じで、僕がいろんな情報を出せば、こう、なんていうの、人を叩くのは簡単だから、何かをこう、上げつらおうと思ったら、その人の能力なんて大してなくたって、いろいろ叩けちゃうわけです僕もいくらでもできるから、他人に対してそんなことは、すげえ得意なの。だから、そうされないように、わざと俗人性が低くなるように、低くなるようにってやってる人も、背が高いだ、背がちっちゃいだ、太いだ、細いだとかね。 あのこうだ言いようと思えば何でも言われちゃうからそれを避けるために俗人性を避けている部分もあるのかなって思ったりいたします。日本社会はハードだねっていうふうに思いますんで皆さんが自分で写真を撮るときにも自分の人間感っていうのが出るな下手するとね一番やばいのは人間と思ってない感じで撮ってる人っていうのが写真見てるとうわー怖いっていうのがたまにあるんでそうなっていないかなどうかなっていうのをね気にしながら撮ると。人人物写真もそうやって、ね、人人間感が 見た人に撮った人の写真人間観が見られるっていうふうに思うと撮影セレクトねちょいうとまた面白い部分があるんでぜひその辺も検討してもらうと面白いんではないかなと思っております。そんなわけでままたたお会いいたしましょう